はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回はタイムスリップ松井稼頭選手についての動画撮っていきたいと思います。はい、というわけでございまして、先日ですねタイムスリップ第3弾で登場したこの松井稼頭選手なんですが、このタイムスリップ第3弾のリアタイ動画はですね、これが3本目になりますので、まだ見てない方はですね、ぜひ他の動画も合わせて見ていただければと思います。一応今上がってるのが金子千尋選手と大谷選手ですね。この2本が上がってると思うんですが、まあそれに続いて3本目という感じになります。でこの松井稼頭選手なんですが、2年ぶりに僕自身も獲得することができまして、もしっかりですね継承して育成の方まで完了させてきました。一応これでね松井稼頭選手初登場の時から3回目の獲得ということで、今のところ松井稼頭選手セーブバージョンに関してはコンプリートができている感じになっているんですが、まあ今回ねこの松井稼頭選手2年ぶりに使っていきたいなと思います。でまあやっぱりこの松井稼頭選手の魅力としては、一番やっぱり最初に出てくるのは能力の高さですね。とにかく能力が高いというところ非常に使いやすいです。まあちょっと完全に最初は総力型からスタートというところで、称号前提でね、まあその総力型以外に変えるミート型に変えるってなると、まあ称号が必須になるので、そこだけちょっと辛いところはあるんですが、まあとはいえショートでこの能力はね、まあ今後もなかなか、まあもちろん玄関キャラと坂本選手が強いんですけども、まあ総合値の部分ではね評価のところでも言いましたけれども、やっぱりダントツで第1位になっているというところでございます。というところでね、まあ間違いなくまあ最強ショートでございますし、この後登場してくるタイムスリップでもこの松井稼頭選手を超える選手は早々出てこないと思うんですよね。といったところでやっぱりタイムスリップでは最強でございます。とであとはもう一つ両打ちなんですよね。はい、スイッチヒッターであること、ここがかなり魅力的かなと思います。特にショートの左バッターで打ちやすい選手っていうのがなかなかいない環境にありまして、まあ、やっぱり比較として坂本選手が上がってくると思うんですけど、もちろん打ちやすいんですけど、右バッターがねちょっと使いづらいよと思ってる方は、まあ、左で打てるっていうところで取りに行きたいと思ってる方も多いんじゃないかなと思います。で先日のアップデートからですね、両打ちの選手は好きな方で打席に立たせることが、可能になりましたので、まあ、左が極端に好きな方は左ピッチャー相手にもずっと左に立たせることも可能になりました。まあ、今までのね、環境だと左ピッチャーが来ると右に絶対立たされていたので、まあ両打ちとは言いつつも、まあ、ピッチャーに応じて変わるっていう感じだったんですけども、まあその辺イレギュラーにすることもできるようになってますので、かなりいいのかなっていう感じです。ということで、まあ、まずはこの松井稼頭選手称号チャレンジの方からやっていきたいと思います。いきましょう。はい、というわけでございまして、称号の画面やってきているんですが、今回ちょっとまずですね、前々回の動画でやった金子千尋選手からいきたいと思います。前回はですね一発勝負でオール A にならずという結果だったんですが、今回は A ランクが2枚かな、育成の方を終わらせてきました。でこっちボーナスついてるんですけど、まあボーナスの A ランクに関してはまだ他に予備もあるので、やっちゃいたいなと思います。で今回リベンジチャンスということで、狙い的には請求プラス3ですねが狙いになります。で極意書は1枚でいきましょう。金子千尋選手に関しては個人的に、まあもちろん5枚使える余裕がある方は5枚とか使っていただいてもいいと思うんですが、まあ星1が1枚いらないので、まあ1枚かな、1枚か、まあ2枚とか、とりあえず星1の確率を下げるに越したことはないので、まあこういった使い方がおすすめかなと思います。はい、ということでいきましょう。さあ請求プラス3の称号であれば何でもいい。何が来る。あ、圧倒的な請求、これ多分プラス2ですよね。79、惜しいな、あと1。なるほど、 OK です。さあもう1回、ここもちょっと極主1枚でいいかな。まあ一応金子千尋選手に関してはこの時のためと言ってもいいぐらい本当に A ランクたくさん取ってきたので、まあもちろんここで決まればね一番はハッピーなんですが、いきましょう、お願いします。さあ請求プラス3、まあ今回の主役ではないけど請求プラス3来い。はい、ということで続いてですね松井稼頭選手、本日の主役いきたいと思います。松井稼頭選手に関しては本当にね、なんとかミート型に持っていきたいんですよね。といったところで、なんとかミートプラス2ですね。まあないしは総力との同値は別に個人的にはそんなに求めてないので、ミート型、完全ミート型でも OK です。じゃあそれ狙い何になるのっていうところで考えていくと、星2とかでも一応ねコンタクトヒッターないしは圧倒的なミートとかでもいいっちゃいいんですけど、まあやっぱり星3以上に今回絞っていこうかなと思っています。狙い的にはスナイパー、高級筆だ、脅威のスラッガー、安打製造機かな。なので確率的には12分の4、3分の1の確率ですね。でミート型まで持っていけるっていう感じです。ということで、じゃあいきますか。まあ 30% 約 30% 勝負って感じですね。でちなみに僕自身今まで松井稼頭選手の称号を過去2年間1回もしっかり決めたことがないので、まあここでなんとか決めたいですね。今年は一発でどうにかお願いします。じゃあ行きましょう、お願いします。確率は3分の1、2年越しの松井稼頭選手に素晴らしい称号をつけたい。あー、バズーカ、バズーカだとダメなんよな。
プラス1パワープラス3パワーこんなに上がんなくてもいいんだよな。ただまあ全体的なステータス的にはめちゃくちゃかっこよくなりましたね。84、84、85ということで、まあ悪くはなかったかなと思うんですけど、まあでも狙いのミート型までは持っていけなかったっていう感じですね。まあでも一応ね、現オーダーだととりあえず松井稼頭選手総力型でも入れられる同調ね、他で補えてる感じなので、まあとりあえずは OK かなって感じですね。はい、というわけでございまして、ここからですねリアルタイム対戦の方やっていきたいと思うんですが、ちょっと今回ね本当は特殊もやりたかったんですけど、今現状ねなかなかちょっと A ランク B ランクともに特殊の餌がですね枯渇している状況なんで、とりあえず松井稼頭選手一旦特殊は置いておきます。はい、まあ守備適性とかが上がるんだったらねやってもいいかなって感じなんですけど、上がってもまあ肩がワンランク A から S ぐらいなんで、まあまあいいかなということでこのままいきたいと思います。打順的には今回これですね。はい、もう1番ショートで使っていきたいなと思います。まあ松井稼頭選手といえばやっぱ1番ショートでしょということでね、うん、これでいきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。さあということでございまして、本日の初戦よろしくお願いします。お相手の方リボン持ちですね、よろしくお願いします。ちょっと久々に二遊間 SS コンビ崩しましたね今回は。松井稼頭選手が B なんで若干いつもより威圧感がないですが、まあこれで頑張っていきましょう。でちょうどねまた金子千尋選手が先発のタイミングで来たんですよね。ということでまあちょっとピッチングも若干だけ、あーまいこれやばい、移していこうかなと思うんですけど、今一番またやっちゃいけないやつやりましたねこれね。自分が思ったよりもうワンランク低くいかないとダメなんだよな。まあちょっと最近金子千尋選手の動画を続いているというか、たまたまなんですけどね、本当にたまたま金子千尋選手が続いてるんですけど、基本的にはスプリット押しがやっぱりね、なんかいろいろ試した結果は強いのかなとは思いました。一応ねランク戦に関しては多分タイムスリップ第3弾が登場して以降、このローテでまあ何試合だろうな、まあ10試合近くくらい、まあそんな投げてないかな、8試合ぐらいかな投げてもらってるんですけども、本当に金子千尋選手の時の勝率はやっぱ高いですね。うん、非常に高い。まだまだやっぱり見慣れてないっていうところ、打つ側としても見慣れてないっていうところで結構通用してる感はありますね。でまあその中で感じてるところは、相手によって本当に配球は変える必要があるかなと思ってて、結構重さ相手にもですねこの金子千尋選手で当たる機会があったんですけども、やっぱりこのね大きいスプリットを見切られてくるかっていうところで結構ね、まあやっぱ変わってくるんで、あそこ振ってくれるかどうかで、それを見極めてまあちょっと配球を変えていく必要があるのかなっていう感じですね。あとはもう本当にできる限りこのちっちゃい変化量1の方のスプリットをいかに意識させるか、はい、ということで攻撃でございます。さあお相手の先発は山本由伸選手ですね。さあ左バッターボックスに松井稼頭選手、あー対強打者出ちゃったか、結構乗ることされましたね。まあパワーヒーは出てる。おー真ん中ツーシームから来た。 OK、 さあ初打席一発で仕留めていきたい。目線松井稼頭選手はいろんな応援歌があると思うんですが、個人的にはこれが一番好きです。入るボール、うわ惜しい、いやー惜しい、いやアプデ前なら入ってた。うわー打ち直せなかった、くっそ、いやマジか、今のは引きずるわ。ボール当たってくれなかったな、当たると思ったんだけどな、ちょっと切れちゃいましたね、悔しい。あれねプルヒ持ってるバッターだったら何試合かやってみたんですよ。プルヒ持ってるバッター、例えばロペス選手が使って何試合かやってみたんですけど、プルヒ発動してる時はあれ結構やっぱ切れないですね。全然切れずにボールに当たったりとか、これも切れる、うーわマジで、うーん切れることが多くなりましたね。あ違う、そうまあまあ、ああ入ってる。ロペス選手みたいなプルヒッター持ちはあれ切れないんですよね。まあでも言ってもまた結局なんか修正されそうな気もするんでね、なんかそこに合わせに行く必要も無理にはないのかなっていう気はするんですけど、まあ一応現環境この環境だとまあそういった状況があるよっていう感じですね。じゃあ打線を、打順を多く、ああ最悪。まあ今回のメインはあくまでも松井稼頭選手なんですが、やっぱりでも今回ね金子千尋選手求めて走ってる方も多いと思うんで、金子千尋選手の話もしていこうかなと思うんですけど、結構ねこれも聞かれるポイントで、今ランキング走ってるんですけど、いまだに松井稼頭選手と金子千尋選手どっち取るか迷ってますみたいな言われることが多いんですけど、個人的にもうここはね本当にピッチャーを強化したいのか野手を強化したいのかっていうところで変わってくると思うんですよ。ナイスゲッツで、まあ当然ながらピッチャーが弱い投手陣がねやっぱりこのリアタイにおいては、まあ、ある程度ね強いピッチャー持ってないときついんで、
まあ、欲しいという方に関しては当然金子千尋選手行った方がいいと思うんですよ。なんですが、まあでもね、やっぱり松井稼頭央選手もショートという点では坂本選手を持っていれば当然ね話は変わってくると思うんですけど、急に回線が悪い。こっちか、あれ俺かな。あー、オッケー、ナイスボール。ちょっとなんかお相手の方にもこれラグくなってたら申し訳ないな。今のね真ん中のスプリットが意外とね、僕自身も初対戦の時にお相手の方にやられてあれ打てなかったんですよね。あれマジでうまい。さっきのあの松井稼頭央選手と坂本選手の話なんですけど、まあ、坂本選手持ってたら当然別に無理に行く必要はないと思います。ただ、まあ、松井稼頭央選手は持ってて損はないとは思うんですけど、ナイバッチ。まあ本当にあとはピッチャーと野手どっちが欲しいかっていう感じかなと思います。落合さんを松井稼頭央さんが蹴っていた。ちょ、もう一試合いきましょう。はい、ということで2試合目でございます。よろしくお願いします。ちょっとあれですね、大谷選手使おうかな。ちょ、もう変えよう。もうここで大谷選手いっちゃいます。まあ一応前回もね大谷選手の動画は撮ったんですけども、大谷選手ね、この間の動画の中ではまあお相手の方もかなり上手い方だったんで結構打たれたんですけど、まあワンポイントとかで使う分にはかなりね強いなっていう印象を持ってます。はい、ツーシーム B、 よし、松井稼頭央選手の初の守備機会 OK。 守備的な部分、そうですね、松井稼頭央選手の守備的な部分話してなかったんですけど、まあ源田選手のショート S を普段僕は使ってるんで、そことさすがに比べちゃうと、まあ、若干源田選手だったら取れてたなみたいなだけを思ってしまったりはするんですけど、まあでも B あればとりあえずは、あ、オッケーオッケー、なきゃなきゃ大丈夫かなと思います。てか今のもアップデート前だったら絶対落ちてる打球ですけど、やっぱアップデート守備に関しては良くなってますね。さあ松井稼頭央選手、いやここちょ本当にさっき打てなかったホームランを、てかまた山本由伸選手だし、打ち直そう。同じ球、うわーさっき仕留め損ねた球やん。よっしゃ、オッケー、打ちやすい。やっぱ最高、松井稼頭央さん完璧です。で僕ね2年前はね松井稼頭央選手レギュラー固定してたんですよ。坂本選手が今の能力になる前ですね、まあ、それこそ当時は広角打法とかも持ってなかったですし、弾道もパワーフィーじゃなかったし、で僕は何より左バッターの方が右、やばい、ストレートが打てない。右バッターよりも左バッターの方が好きだったんですよ。まあ、今はそんなにねあの右左の好き嫌いはなくなったんですけども、当時本当に左じゃないと打てない、右が本当にマジで打てないみたいな感じだったんで、まあ、松井稼頭央選手は非常に重宝しておりました。いやーちょっと松井稼頭央選手に全集中しすぎた。はい、OK。さあじゃあここしっかり押さえて勝ちましょうか。で、まあ、あともう一個今日話そうと思ってたのが、あの里崎さんのチャンネルでですね、あのプロスピーセレクション第1弾の企画がね、第1弾の企画の第1弾がね公開になったわけですけども、まあその中で上がっていたのは鈴木誠也選手と内選手ですねが、ちょっとネタバレになりますが、上がっておりました。あ、これやばい、あーもったいない、何も考えずに今配球してた。で今このねバッターボックスにいる鈴木誠也選手ですけども、この鈴木誠也選手に関しては2019の成績を、まあ、キャリアハイの年度に上げられていたんですけども、2019の成績ということはシリーズ1と同じなんです。危なっ、シリーズ1と同じなんですよね、今年のシリーズ1と同じ能力になるので、おーおーおお、ではまあちょっとあんまり変わり映えはしないかなと思うんですけど、まあでもあの言ってもね、そのエキサイティングで欲しかったっていうか、エキサイティングで取ってよ今の、エキサイティングで出るんじゃないかみたいなところを言われていた中で、まあ結局出なかったんで、まあ、これ登場が確定したのは嬉しい方は嬉しいのかなと。おゲッツ、え無理ゲッツ、やばい、ちょっと待って、喋ってる余裕がなくなってきたな。うわこれ歩かしてもいいな、ボール球振ってくれなかった、あーラッキーラッキーラッキー、オッケーオッケーオッケー、振ってくれなかったら諦めてもいいなと思ってた。スタミナないな、普通だったら変えるけどどうしよう、いや変えるか、変えましょう、復活祈願の山崎康明選手でいきます。いやマジで、まあでも昨日は良かったっすね、昨日ちょっと先頭を出してヒヤッとしたところはありましたけど、巨人戦第2戦ですね、巨人3連戦第2戦は良かったです。抑えてください、しっかりと。振ってくれない、マジか、振ってくれたらラッキー、歩かしても OK。 いやーちょっとボールすぎたな、あー、タイピンが出ない。坂本さん抑えて OK、 危なかった、今ちょっと甘かった、ボールで、ボールでいいよ、ゾーンじゃないよ、 OK、 いいところ、いやー危ねえ、これね怖いのはね、あれボール球ヒットになるのが一番怖いんですよね。カメツーシーム、ギリボールになるのでは。オッケー、いやーなるか、
外ツーシーム、うん、オッケー。じゃあ最後ズドンとまっすぐで仕留めましょう。振って、うわー振らないか。うわー何行こう。じゃあツーシームでいきますか。ボールでいい。あー甘い。あーオッケー、助かった、ありがとうございました。よかった、ナイス矢崎。はい、というわけでございまして、今回はですねタイムスリップ松井稼頭央選手使っていったんですけども、いかがだったでしょうか。まあちょっとなんか試合展開的にはしょっぱい展開になりましたけども、まあでも松井稼頭央選手主役でしっかりね、まあいいとこ見せれたんでよかったかなと思います。ちょっと悔い残るのは右バッターが見せれなかったとこかな。まあそこはちょっと最後に貼っておこうかな。ということで、まあ今回もご視聴いただきありがとうございました。アップできたものでよければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォロー等よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。